シェフからのレシピです。アイラさん、こんにちは。3月3日はひな祭りですね。私には妹がいるので、実家では毎年ひな人形を飾っていますが、必ず4日のうちに片付けるのがしきたりになっています。3日を過ぎてひな飾りを出したままにすると、婚期が遅れると言われることから、実家では特に気にしていたようです。アイラさんのご実家はひな飾りを飾っていましたか？また、同じように早いうちに片付けていましたか？ PS、妹は25歳で結婚しましたとのことです。ありがとうございます。うちもね、ひな人形は毎年出してましたね。そう、うち全然別にすごくいい家とかじゃないんですけど、全然普通の家なんですけど、母親がやっぱりなんかこういいものを買ってあげたいって言って、8段ぐらいなんかこう、お代理様とお雛様がいて、こう、なんか、なんだろう、その取り巻きみたいな人たちいるじゃないですか。なんとか林となんとかみたいな。とかも、こう、いるぐらい、すごい大きいのをね、こう、飾ってくれていたわけですよ。でも、やっぱり、設置するのも大変なわけ。そんだけ、人数が多いから、お人形のね。だから、うちは結構片付けるのも、すごい遅かった。4月ぐらいまで置いてあった気がします。そうそうそう。結構置きっぱなしにしてたね。で、だんだん、まあ4月とかになってもそろそろね、片付けようかね、みたいな感じで。なんならいつもね、畳の部屋にお雛様飾ってて、その前に布団敷いて寝てた。子供の頃すごい怖くてね、真っ暗闇の中にこう、お雛様が見てるわけですよ。寝てる前で。だ結構怖い思い出がありましたね。でも妹さん25歳で結婚。ちょっと早いですね、割と。ね、でもおめでとうございます。私より年下。1歳年下。いや、でもね、どうなんだろうね。じゃあ私も結構婚期遅いかもね、もしかしたら。はい、ありがとうございます。